どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、その次編、続きやっていきます。で、今回はレスター戦やっていきますと。で、レスターが今3位で勝ち点12で、うちのソンジ勝ち点10で、6位で。まあ、勝ったらね、レスターより上に行けることができるので、なんとか勝ちたいんですけども、ケシエがね、8点取ってるのが怖いんですよね。で、あと失点も少ないんですよね、レスターね。4失点で。まあ、他のチームがちょっと失点多すぎるかなと思うんですけど、チェルシーなんて今、降格圏の上ですからね、ウエストハムも降格圏いますし、まあちょっと失点多すぎて落ちちゃってるのかなって感じですけど、まあユナイテッドが19得点で一番多いですね。まあ今見たけど、ロナウドが、ほぼほぼもう点取ってるなって、11ゴールってやばいよね。6試合で11ゴールってさ、年間何ぼとんねんっていう。いやいや、怖い怖い。で、スタメンをどうするかですね。どうしよっかね。インター一回にしよっかな。こう、いやー、こうかな。こうしよっかな。で、アフライアンじゃなく、キャントウェルにして、まあ、ほとんどはこのまましときますかね。トップ下。バルココにしますか。これでいこうかな。で、ベンチャー今、変わったメンバー入りの、ブロードヘッドを入れましょう。今回、ちょっと使ってみようかなと思います。ベイルを、どうしようかな。アホライアンに変えて入れようかな。ベンチこれです。スタメンこのメンバーでやっていきますと。はい。いやー、勝てるかね。すごく難しい試合になるかなと思いますけど。まあ、勝てたらいいかなって感じですね。5バックか。ケシーがキャプテンマーク巻いてるんですね。エヴァンスとかじゃなく。やりづらいな。5バックほんま多いな。嫌になるな。まあ、アルティメット6分でやっていきます。はい、じゃあやっていきまーす。うわー、それはまずい。あっちゃ、全然見えてなかったわ今。やば。Well, here's the replay. The pass over the top has just the right amount of pace on it, and his movement so clever. それは止めれんな。Smash it as hard as possible. What a good goal. やばすぎる、うますぎる。危ない。やば、強。Totaling up all the stoppages, we'll have two additional minutes. He's got space. Ike, 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 Ike. And will it be the level up? Yosh, okay. Yosh. The level is contest. All even. Yosh, yosh, yosh. 時間の使用は今度はこっちに来たな。OK.おお、ナイス、素晴らしい。今のはすげえわ。Well, this is a brilliant strike, as you can see. He hits it with so much power. The keeper had no chance. Fantastic finish. すごいすごい。
なんか活躍してんな今回。前に撮った時全然活躍できなかったんやけどな。ピンチ迎えてるよ。全然走らないよ。いや嘘だろ。なんでやねん。意味がわからんマジで。なんでクリアしようと思って蹴り出そうと思って相手にボール行くねん。もうほんま。やばくねえだってこれ。取ってんのに、もう相手に当たって、相手に当たってもないわあれ。やばいな。ああ終わったな。いやもったいね。絶対勝てたって。いやーちょっと理不尽やわ。失点が2点目特に理不尽やわ。はい、レスター戦終わって、まあちょっと不完全燃焼的には引き分けになってしまいましたけど、まあゲームの仕様なんでしょうがないかなと。あの失点は絶対防げたなというか、あれは相手に当たってしまうのがちょっと分かんないなってことですけど、取ってんのにボールね、またこぼれて相手に当たって相手のゴールになるっていう、このね、FIFA あるある失点って感じですけど、本当やめてほしいですね。でですね、まあ、今回レスターだけにしようと思ったんですけど、ヨーロッパリーグのプラハ戦も撮ろうかなと思います。ちょっと別日に撮るかなと思うんですけど、プラハ戦撮って、その後の、トテナム戦も、撮ります。試合が近いんで撮って、で次回を、シティとバレンシアにしようかなと思いますと。なので今回の動画3試合。撮る日は別日になるけども、まとめて動画にします。ってな感じで。なので、この後はプラハ戦やると思います。という感じです。なので、とりあえず一回カットですね。はい。プラハ戦まで進めました。で、今からプラハ戦していくんですけども、プラハ戦のスタメンがですね、マジョラルトップで、で、トップ下ウッドバーンで、スカリー、マット・スミス、アコスタ、ホラヤン。で、ヌフを左サイドバックに使います。で、ヒンタエッカ、ケスラ、ムバイゾ、ポーラスペクト。これ、ムバイゾに変えて猫にしようかな。猫にしましょう。このメンバーでやっていきます。で、ベンチがこのメンバーと。いう感じですね。はい。いやー、まあ初戦引き分けましたからね、なんとしても勝ち点3を取りたいので、まあアウェーですけど頑張って勝てるようにねやっていきます。うん、ここ勝たないとまあ突破が結構厳しくなるんじゃないかなと思っているので、なんとしても勝ち点3をね取りたいですね。では試合の方ねやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきまーす。あぶね、あぶな、マジ一瞬の隙も見逃さねえな。これはあ危ないはいいんだけど、やばい、選手が全然上がってこねえし、めっちゃ残ってるし、プラハ
フルハの選手何やってんの。これ失点するパターンだなこれな。危な。あ、いいね。いいね。よし、OK。今、ウッドマンのところで取られなかったのがでかかったな。結構寄せられてきたから取られるかなって一瞬思ったけど、あそこに粘ってくれて、パス出せたのが、良かったかなって感じですね。OK、OK。おお、いいよ、ナイスナイスナイス。いやー、マジか。すごいな、キーパーが。うわ、やば。いや、ちょっと待ってくれ。あー、素晴らしい、ポラセック、あぶねえ。これよく止めたわ今。いやー、向こうのキーパーもすごいですね。あー、終わった。なんかさらっと終わったな。いやー、でもなんか、まあ、控えで勝てたらよかったけども、ちょっと課題がすごい浮き彫りになった試合やな。はい、まあね、ヨーロッパリーグ勝ちましたけど、まあ、決定力の低さっていうのがちょっと出ちゃったかなと。控え中心とはいえね、なかなか、なんかもうちょっとあと1点ぐらい欲しかったかな、ヨーロッパリーグね。プラハ戦、いやー、うまくいかないなって感じですね。ちょっと厳しいですね。まあ、とりあえず次トテナム戦なので、トテナム戦までスキップしましょうかね。はい、トテナム戦まで進めました。で、トテナム戦のスタメンはこのメンバーでやっていきます。まあ、コノリはねトップで、グリーンウッドで、スカーリー、マット・スミス、ルベン・ペレス、キャントベルで、ネコ、スティーブンス、ヒンタエッカー、クレスウェル、ポーラスベックというメンバーでやっていきます。まあ、早速試合の方やっていきましょう。いやーね、どうですかね。絶対強いと思うけどね。いやー、多分レベルの差を見るんじゃないか。まあ、胸を借りるつもりでやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。くそ。なんで止まった今。危な、一瞬止まる、マジ勘弁してくれんだろうか、切り替わった時に。やっば、もうそんな無理よ。いやー、綺麗に跳ね返って敵っていうか相手に行きますね。ね。
どうよ、それも。いやー、誰もいね。選手がちょっと前行きすぎやな。セカンドボールが取れねえわ。いや、マジか。で、猫真ん中行くわけでもねえし。ディフェンスが難しいな。ディフェンスの選手が全然ディフェンスしないな。おっと、マジか。あっちゃ、全然気がらん。やば。Well, here it is again, and I don't expect goalkeepers to save everything at their near post, but on this occasion, although it's a good strike, he should do better. 決めるんか。いやー、ちょっとそこ決められたちょっともどうしようもないな。Well, they keep working away, looking for passing lanes.いやー、流れは悪くなかった今の。どこ見てんの。あっちゃ、完敗だね。Well, Derek, that just wasn't good enough today. A lack of a game plan, too many players below par, and not enough energy all around the pitch. A really worrying performance for me. はい。まあ完敗でしたね。スタッツ見たらね、トテナムのシュート16本らしいですわ。で、こっちのシュートね、3本って。もう意味がわからんっちゅってね。いやー、ちょっとね、相手にボール行き過ぎかなっていう感じはするんですけどね。あと、寄せられたら一気にボール、ボール失いすぎかなと。さすがにちょっとひどいよね。ちょっと押されてもボール失ってるからね。いやー、ちょっとなー、難しいですね。今リーグ戦ちょっと厳しいですね。で、次回がシティなんで、これも負ける可能性十分にあるんでね。これはまずい。これはどうにかしないと非常にまずい。いやー、どうしよう、マジで。失点が14ってやばくね？まあ今回はこれぐらいで終わりますかね。はい。じゃあ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。